日本2人目はご覧の上村です。上盤に移ってシュタルダー1回ひねりという D 難度決まりましたね。イエガー成功。とても足の線の美しい選手ですね。倒立もなんとかこらえてます。中国が8連覇に向かって前進する中、追います日本。ムーンサルトで降りてきました。2分の1ひねってきましたね。前方片組2回宙返り、はい、同じく D 難度の技で、降りてきました。日本の上村美希です。北朝鮮を上回るにはトータルで 35.250、 1人当たり 8.81 以上の得点が必要です。日本そう考えますと、この上村のこの出来というのはどうでしょうか。そうですね、もう一つ二つ、ひねり技が入ってくると、勝ち点が上がるんですが、ただほとんど、減点らしい減点はありませんので、その辺の評価を期待したいですね。上村の得点です。8.350、8.350